アリソン・フェリックスはアメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルス出身の陸上競技選手南カリフォルニア大学卒オリンピックの陸上競技200メートル 4X100 メートルリレー 4X400 メートルリレーの金メダリスト6つのオリンピック金メダルを獲得した世界陸上競技選手権大会の200メートル400メートル 4X100 メートルリレー 4X400 メートルリレーで女子最多となる通算11個の金メダルを獲得。世界陸上大阪大会とロンドンオリンピックで三冠を達成している。2004年4月19日200メートルで22秒51を記録。マリオン・ジョーンズの持つジュニア全米記録22秒58を11年ぶりに更新。2004年当時高校生で出場した。 アテネオリンピックの200メートルでは、ジャマイカのベロニカ・キャンベルに次ぐ銀メダルに終わる。2005年の世界陸上ヘルシンキ大会の200メートルで、金メダルを獲得した。2007年の世界陸上大阪大会の200メートルで、金メダルを獲得。国際大会決勝の短距離走では珍しく0.53秒の大差で、同大会の100メートルで、 金メダルを獲得したキャンベルを抑えて2連覇を達成した。同大会では400メートルリレーと4400メートルリレーの第2走者として出場資金メダルを獲得し3冠を達成。2009年8月の世界陸上ベルリン大会では200メートルと4400メートルリレーで金メダルを獲得し二冠を達成。2011年8月の世界陸上テグ大会では 400m、400リレーと 4-400m リレーで、金メダルを獲得した。世界陸上で獲得した金メダルは、カール・ルイスとマイケル・ジョンソンに並ぶ通算8個目。2012年8月のロンドンオリンピックの2 0 0メートルで21秒88のタイムで優勝し、オリンピックで初となる悲願の金メダルを獲得。同大会では、4 0 0ルリレーと4 4 0 0ルリレーで、 金メダルを獲得し、3冠を達成。400メートルリレーでは、初めての世界記録となる40秒82を記録している。2013年8月の世界陸上モスクワ大会の女子200メートル決勝では、優勝の本命と見られ、世界陸上で男女を通じて、史上最多となる通算9個目の金メダルを狙ったが、レース中に、 右太もも裏の筋断裂を起こして途中棄権した。棄権から9ヶ月後、フェリックスは競技に復帰。2014年度、IAF ダイヤモンドリーグの女子200メートルにおいて年間優勝者となる。2015年8月の世界陸上北京大会では200メートル、準決勝の約1時間後に400メートル決勝が行われるため、 新しい挑戦として400メートルを選択。400メートルに精進を合わせて練習した結果、自己ベストを更新する49秒26のタイムで初優勝。自らの女子最多記録を更新する9個目の金メダルを獲得した。また、400メートルリレーと4400メートルリレーで銀メダルを獲得した。ありがとうございます。